このビデオでは eSquare Studio でのエディット操作に便利なショートカットキーを紹介します。ショートカットキーはコントロールキーやオルトキーを使ってさまざまな操作を素早く行うための機能です。MacOS を使用の場合はコントロールキーの代わりにコマンドキー、オルトキーの代わりにオプションキーを使います。コントロールプラスオルトプラス H キーは 呼び出し階層ビューに呼び出し階層を表示します。呼び出し元を表示は呼び出し元を表示し、呼び出し先の表示は呼び出し先を表示します。呼び出し箇所へジャンプもできます。Ctrl プラス O キーはアウトラインを表示します。絞り込み検索ができて、 選択した関数へジャンプできますコントロールプラスドットキーは次の警告やエラーへジャンプします F3 キーは関数や変数の定義箇所を開きます Alt プラス左キーで戻れます Alt プラス上または Alt プラス下キーは カーソルのある行を上または下へ移動します。Alt プラス Shift プラス R キーは関数名や変数名を一括で変更します。ビファクタリング時に使えます。Ctrl プラススラッシュキーはカーソル行をコメントにしたりコメント解除します。Ctrl プラス D キーはカーソル行を削除します。 コントロールプラススペースキーは関数名や変数名などを保管します入力の手間が省けて便利です他にも便利なショートカットキーがありますコントロールプラスシフトプラス L キーで一覧を見ることができますまたここで再度コントロールプラスシフトプラス L キーを押すと設定ダイアログでショートカットキーの設定ができます thank <laughs> you